はい、どうもこんにちは、ミカスです。今日はね、提供商品なんですけど、あのね、iPhone ケースです。前回は本革のね、手帳型の iPhone ケースっていうのを紹介したんですけど、あの手帳型なのはすごく良くて使い勝手もいいんですけど、ちょっとね、革の質感が本革って何革だよっていうね、ちょっと薄めの革でね、ちょっとテカリが気になったんですけど、今日紹介する商品はですね、手帳タイプじゃない、普通のこうガコッとはめるタイプのケースなんですけど、今日紹介する商品はこちらです。はい、ピタカっていうメーカーの iPhone ケースなんですけど、これね、まだちょっとね、中身見てないんであれなんですけど、本物の木でできてるケースになります。では早速中身を見てみましょう。なんかもう箱がちょっと高級感ありますよね。では早速ちょっと開けてみようと思います。ピタ、さあ、これはどうやって開けたらいいんだ、これ。フィッシュ、これあの、ちょっと破っちゃいました。いきます、こんすいません、こんにちは。うわすげえ、ご覧ください、木ですすげえな、これ。さあ、じゃあちょっと手に取ってみましょう。あー、薄い、ちょっと待ってね、ちょっと本体と、トリセツ、それからおー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 、クリーナーに、なんとガラスフィルムまで一緒に1枚入ってきます。さあ、この木のケースなんですけど、本当にね、内側も木なんですよ。内側も木でできてる。で、これが、黒くるみっていう、まあ、タイプの木になるんですけど、これがね、ものすごくいろんな種類、いろんな色があります。でね、20g ぐらいなんですよね。すごく軽いで、厚みが 1mm っていうことで、ものすごく薄いです。で、木なんですけど、実はこの木の中っていうのがアラミド繊維っていうね、まあ、強度を上げる構造になってると。で、まあ、金属じゃないんで Wi-Fi とかね、 GPS とか、まあ、干渉することがないと、いった感じになっております。非常に質感高いです。めちゃめちゃかっこいいです。で、しかもですね、なんか防水処理してあるっていうことなんで、まあ、ほこりとかね、汗とかね、まあ、水かかったとしても、あの、拭けば綺麗になるといったものみたいです。じゃあ早速つけてみましょう。さあ、たびたび登場の iPhone6S Plus でございます。さあ、これですね、これをこの木のケース、あ、いいかもしんね、あ、やべえかも、あ、いいな、サクッと入りました。さあ、実際につけてみるとこんな感じですね。あのね、すげえ精度高いです。精度高い、ピチッと入ります。ガタもないし、変なねじれとかもね、ないし、うん。で、このカバーされてる部分、されてない部分っていうのかな、はこんな感じになってますね。横はもうフルカバー、あとボタンとかがね、開いていると、こんな感じになっております。うん、匂いもね、なんかすごい石油臭いのかなと思ったら、そんなこともなく、なんか木の匂いがしますね。なんか高級家具に使われてるような感じです。で、このピタカさんね、メーカーのロゴも外側にはなくて内側なんで、もうほんとこうやって置いてあると、もう木ですね、木かっけえな、これ。で、なんかね、他にもね、この木を使ってるメーカーさんあるらしいんですけど、ここまで薄いのはここだけ、このピタカだけっていうことみたいですね。そうなんだ、すげえな。で、まあ、天然の木なので、まあ、経年変化していくわけですね。ある程度その染み込んで防水処理してあるとはいえ、その色が褪せてきたりとか、その風合いっていうのかな、が出てくるということで、もう、iPhone をね、長く使えば使うほど、もう自分だけのね、もう世界に2つとない、自分だけのこのケースが出来上がってくると。いった感じですね。いや、ほんとね、このカメラのとこから見えるこの厚み、すげえ薄いんですよ。
すげえ薄いんでね、手触りが気持ちいい。これあの本革の顔のこうしっとりした気持ちよさもあると思うんですけど、こう木のね、木の触り心地もいいですね。これすげえ気に入ったわ。すごいおしゃれだしね。で、あの好みのね、他にも木いろいろ種類いっぱいあるんで選べるんで、一度ねちょっとリンク貼っときますんで、どんな種類があるのかとかね、まあ、これプラスなんですけど、普通の iPhone 用のもありますんで、ご覧になってみてはいかがでしょうか。これはいいわ、今までで一番いいかも。ということで、今日紹介しましたのはピタカさんの木製の iPhone ケースでした。以上です。じゃあいいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあいいね。